観光学生服株式会社は、岡山県岡山市北区に本社を置く、学生服、体操服など学生向け医療の製造販売を行う日本の企業。観光学生服のブランド名でその名を広く知られている、学校制服、学校体育医療業界、第1位のメーカーである、赤市スクールユニフォームカンパニー、滝本、トンボとんぼとともに、 学生医療製造の大手4社に数えられる。販売拠点は全国に60カ所。自社工場は岡山県倉敷市小島、鳥取県米子市、宮崎県都の城市、鹿児島県渋市市の4カ所を基幹工場とし、各衛生工場群を有する。他に上海にも自社工場を有する。創業は安政元年で2019年現在で165年の 歴史があり、スクールウェア、スポーツウェアなど各種医療の製造販売を行っている。主力ブランドの観光学制服は学問の神として親しまれている菅原道真公にちなんで名付けられた。他にも、純子古紙の L、マイケルクライン、ーボック、ファイテンなどのライセンスブランドの制服、体育医療がある。日本中学校体育連盟推薦企業。 全国高等学校体育連盟協賛企業、インターハイ協賛企業。戦後は子供の数が増えたこともあって、学生服の需要が増加し、業績を拡大した。1960年代は、放浪看板による広告を全国的に展開しており、地方では現在でも、観光学生服、ボリショイ、観光などの看板が残存していることがある。 1970年代になると、テレビ CM を積極的に展開し、桜田純子ら、その時代の人気アイドルを CM キャラクターとして起用する。近年の CM では2004年には、A クラ7、2006年には、三山カレンが、2008年からの最新の CM には、シダ未来が起用されている。また、CM の BGM には、水木奈々や、少年神風の歌が使われている。 テレビ CM は、主に夕方のドラマ再放送枠に、スポット CM の形で流されることが多かった。CM キャラクターが出演する映像が流された後に、観光学生服のお求めはと、各局ごとに放送エリア内に所在する、取扱店の店名を画面に表示しながら読み上げた。創業者の尾崎国倉が、1854年に、美禅国小島軍伝の口村に、 面子の卸業を創業。大正時代から学生服の大量生産を開始し、1929年に尾崎商事株式会社に改組。2005年に本社機能を岡山市へ移転した。ありがとうございます。